で、それから、まあ、ちょっと今日チャレンジしようと思っているコンテンツがこちらパンテオンになります。パンテオンだ。ここでちょっとご説明させていただきたいんですけれども、まあ、これ超高難易度コンテンツになります。で、何かっていうとレイドに出てくるボスのラッシュになります。これ、はい、周更新するごとに敵がどんどん硬くなっていったりするんですね。なので挑戦するのであれば早いとしたことはないので、いちょっと今回もう無理やりぶち込んでます。俺たちの成長よりパンテオンの成長の方が早いですね。そうです、もう間違いなくパンテオンの成長の方が早いので、差は広がる一方で追いつけなくなる前にってことか。そうです。なるほどね、はい、まあ、ヒントもねもらえたりねしますよね、はい、あまりにもやばかったら。さすがに、まあ、さすがにね、ちょっともらうか。これ我々もねそんな天才ではないのでね、さすがにヒントご用意しております。さすがにね、よかったよかった、川村さん。私もちょっとゼータ社員集めて、まあ、ちょっと6人集まんなかったので、4人とか5人でチャレンジしたんですけど、まあ、ギミックを説明してようやく DPS フェーズに移れてボスのダメージ 5% 削れた。 5%? 削れてなくない、もう。それで心が折れて、今のところやめてるっていう状況なので。やばいな、おれよっしゃ、行くぜ。ゴルゴロスの旗拾って、玉拾って、穴蔵ね。何この旗で玉拾って、はい、すいません、うわうわ、すいません、あざっす。いただきます。うわうわうわ、あ、これ何、なんか浮いてるぞ、真ん中に。どれ？これ、これ。あ、ギミック。撃っちゃう、撃っちゃう。とりあえず撃っていいのか、撃っていいのか。とりあえず撃ってや。やばい、ドクドクしてる、ドクドクしてる。ああ、うわ。ああ。キモ。うわ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 。ゼロダメージ、ゼロダメージ。いや、絶対あそこ弱点、絶対。モブ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 。あ、モブ了解。俺じゃあモブ、モブ見とくわ、モブ見とくわ。あいつまだ火力とんねえぞ、これ。なんかしないとダメか、これ。絶対背中じゃね？背中やって、背中。なんかのギミックが、ちょっと探索するか。で、ヘルト買ってる人に線繋がってない？うん、そう、繋がってる、繋がってる。その線関係ありそうじゃないな。あ、背中ダメージ入る。ちなみに、背中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 。どう、みんな。オッケー、オッケー、ちょっと今。結構みんなばらけてた方がいいかもしれない。やばい、光がない、光が見えない、何も見えない、光がない。これ、倒せなかったってこと？これ DPS チェック？わかんない。こっちこっちこっち、次誰、加瀬さんかな、これ。そうそうそう、俺か。でも背中開いてないよ、背中開いてない。これさ、茜何したら背中開くんだ。開いた、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 開いた。ケイトが変わる瞬間、モブが痛すぎる。あー、何なんだ、ギャー、モブが痛すぎ、自爆しちゃった。ごめん、俺死んじゃった。ケイト、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。あかん、マクレ、死んじゃ、これどうすんだよ。何起こった、やばい、無理だこれ。これどうすんだよ。なんだこれ。てかさ、え、なんかさ、上にさ、またボスボスボス、ボス撃ってる。最初に、最初に潰したなんかオタマジャクシの卵みたいなの、またあるくない？ああ、るあるあるわ。あれで撃ったら、あれ空いてる時に撃ったら落とせるかも。ダメージ、あれ、あれ撃ったらダメージいけんじゃね。あ、あ、待って、撃てそう、撃て、なんか、なんか小粒開いた。えぐい。やばい、なんか取り込んでる。あれ、いっぱい開いてる。ボスずっと。あ、でもね、結構いいダメージ入ってる、結構いいダメージ入ってる。まずい。やべ、最下。一回引きながら撃つ。俺なんだ。あぶね。え、強いやつダウン。このポジション、開いた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 。開いたのかい。あ、オッケー、俺これ上に湧いてる、撃つね、撃つね、撃つよ。壊さない程度に撃つ。あ、ごめん、ちょっと強いやつ来てるからこれ壊すわ。開いた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 。うわー、俺壊してない。これやっぱそうかもな。ね、これどうやって避けんだ、追尾玉。ん？あ、で、ヒーラーにヒーロー置いてもらうしかないかも。あ、やって。あ、なるほど。あれ無理だな。え、あ、ヒール。あ、早くね。あ、塔燃えてるわ、真ん中の。あ、ちょ、あ、あ、なんかこれ。やっぱあれ壊して止めるのか、じゃあ。真ん中の塔を全部マックスまで行ったら終わりなんだ、多分。あ、そういうこと？あ、なるほど。え、でも何でマックスまで分かんなかったな。ちょっとまずお伝えしてますね。はい。まず何個か全滅する要素がありまして、一つが、まず皆さんがおっしゃってた、その目の前、画面がどんどん暗くなっていく。はい。あれは、天井に毒袋が吊り下がってたと思うんですね。はい。
で、あのちょっと河川さんとかもおっしゃってたんですけど、毒袋を ある期間内に撃ち落とせなかった数、その数分だけ石板の持ち主になっていくんですよ。ああなるほど、なるほど。で増えてってんだ。そうなんですよ。でマックス6個毒袋がその一定期間内に出てくるんですけど、6個落とせなかったら全滅します。なるほどな。じゃあ、はい、落とさないかんのや。あれはあれ、まずこれが一つの全滅要素ですね。今回レイドなのでそれぞれ蘇生回数が制限されてます。うんうんうん、1人につき1回しか蘇生できません。うん、あプラス1人死んでから一定時間内に生き返らせないと光が消えたという表示が出て全滅します。どうなんだ。あじゃあデス重いな。そろそろ飽きそう。そろそろ飽きそう。今持ってるから準備しておけ。そう、目撃者が全長が現れた。うつ、手前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 、あ俺ら手前撃つ今ね。ボスはいたわ。壊した壊した。ほうがやって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 、やばいところ追いやられました。地下に穴蔵に、穴蔵すげえ下にいる。やばい、もう 5だぞこれ。もう5。え 5? なんで真ん中の塔5だぞ。そんな出てた。ここあ上に弾湧いてる、上に弾湧いてる。もう光が、もう見えない、光が。あこれでもなんか背中にダメージ入れた瞬間に入れた人に向かって弾飛んできてたら来るね。うん、一瞬でその砂とかで撃つとダメージ結構一瞬で入って、とんでもない。なんかお前ふざけんなっつってとんでもないヘイトもらう。ありがとう。それボスの腹もダメージ取る。あボスの腹にも弾ある。弾腹に溜まったんだこいつ。発見。なんだ。腹に何かある。だからね、背中開いた時にボスのおへそぐらいがかかってるんだよね。そうそうそう。そこそこが一応毒袋っぽい。いかれてるいかれてる火力こいつ。いやー。あー死んでもやめこむ。オッケーオッケーオッケー。もう俺あれ使う。上に溜まった。上に溜まオッケー。背中が開くタイミングと上に溜まったタイミング一緒かも。オッケーオッケー。なるほど。これ追尾来る。これこれちょっともう少しヒントを出すと。毒袋落ちたら下に実はあるものが発生するんですね。え？あるもの？で釈迦さんお腹打ってたじゃないですか。はい、はい、あれあんまりダメージ出てなかったと思うんですけど、はい、390何歩でした。そうですよね。あれ本来はもっと出るはずなんですよ。それのヒントが毒袋を落とした後に出てきます。なるほど。毒袋はマジで硬いので、打てる人はみんなで打った方がいいです。開いてるよ今開いてるよ。たま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 で、何が落ちてない？落ちてなんかシュワ出てる。シュワシュワ行ってみるわ。やばいやばい行ってみるわ。ごめん俺死んだ。気持ちいい気持ちいい。取り出したイミズミめちゃめちゃ緑になった俺。なんか俺もなんか取り出した。取り戻した光の泉出た。なんだ。え、ちょっと待って。湧いてる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 上。腹ここで、ここの爆発めっちゃ入るぞ。腹だ腹だ。ちょっと待って、今ね、ちょっと待って、背中一発15万入った今、3ショットで。15万泉の中から撃ったら。泉の中から撃つのか。あなるほど、ね。全員で撃つ感じではなくて、ダメージを通す人が何人か行くべきだな、多分これ。オッケーオッケーオッケー。全員で行ったらボスがこっち向いちゃうから、その背中にダメージ通しづらくなる。もらってるやつが上で、ほか下か。そんな感じがする。なるほどね。なんだこれ。俺撃たれてる今。わけわかんない。どうだった？あ、なんか泉の中に居続けると死ぬこれ。パワーもらうだけなのかな。なんだ、ゴルゴロスの行司の捕獲に失敗って何これ。行司の捕獲。行司の捕獲。ヘイトキープできなかったみたいな感じか。ああ、なるほど。モボがヘイトもらって爆発して死んで終わったんじゃない。あー、行司の捕獲。あー、行司してるやつが死んだらダメなのか。行司されてるけど、ね、ヘイトもらってるやつが。だから挑発っていうのがそういうことなのかな。あー、たま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 。たまたま。たまたま了解。中以外から背中打たない方がいいかも、これ。ちょっと一つだけヒントいいですか。皆さん結構進んでたので。背中を打つと、皆さん行司っていうバフがついたと思うんですけど、それが、うん、ヘイトが、ボスのヘイトが向いてるっていうのは正しい状況になります。で行司ってカウントダウンが実は左がついてたんですよ、うん、そのカウントダウンが0秒になる前に他の人に背中を打ってもらって行司役を交代する必要があります。はい、
アグロピンポン。そうしないとンン正しい DPS が続かないっていう感じですね。まだか。あ、やばい。あ、来た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 。弾いた。大丈夫、右は大丈夫。弾打ってる、弾打ってる。弾打ってる。弾割れた。俺ヘイト取ってない。ここから俺らが背中打って、背中打ったら多分こっち向くから、向いたら腹壊そう。で、腹壊したら、なんだ、ダメージ入んねん。入ってる、俺めっちゃ入ってるよ。オッケー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 。リロード。うわ、マジか、最悪。でかいの入ってる。あ、俺もまだ入ってるダメージ。こっちに、後ろに、食事の方にオーバーいる。すいません。俺は弾で壊さなかった。自爆しました。なんで即死してるんだっけ。いや、多分弾もらってる。釈迦多分俺と同じ弾を多分一緒にもらってる。オーガなんかワープして向こう行った。え、関係なくね？オーガこれランダム？毎回湧いてる？ダメージだね。オーガランダムワンパンで死ねる俺。だって。俺もほぼワンパンだね、弾。ドドドンって。まあ、ワンパンってかほぼ破弾。3つぐらい固まった。え、ごめん、あの黒い弾って、まあそれなりに3、4発は耐えれるよね。俺2発で死ぬかな。なんか BGM にマッチしてんの君なんだよな。ってあーって言ったら死ぬんだよ。ああ、即死ギミックっぽい死に方だったわけだ。そう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 。でちょっと今即死ギミックが実はもう一つあって、それだけちょっとあの要注意なんで説明させてください。あの多分釈迦さんが死んだギミックだと思うんですけど、はい、あの泉に入るとランダムで不安定な光っていうデバフみたいなのがつくんですね。でこれ、はいはいはい、あのカウントになってて0秒になると自分以外にとんでもないダメージが出る、あの爆発を起こすんですね。以外にダメージが入る。そうです。で、多分なんですけど、ちょっと私、画面共有見れてなかったんですけど、多分京一郎さんにそれがついてて、で、爆発を起こして釈迦さんが死んだ。あー、じゃあ俺が不安定な、はい、ログみたいな。でも自分以外に当たるんだったら、ボスの足元いけよくね。あ、いや、そうなんですよ。釈迦さん、めちゃくちゃ、あの、察しがよくて、ボスにとんでもないダメージ入るんですね、これも。何十万というダメージが出るので、まあ、味方に当たらないようにボスの、まあ、なるべく味方から遠い足元に行って、そのダメージを与えると結構なダメージが。天才じゃん。不安定な不安定な光を考える。うわ、泉に入った人だけ。そう、自分以外にって。毒袋落とした泉に入った人にランダムでつきます。一応撃ってる。撃ってるけど、これ弾あるよ、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 上、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 上。弾打つ、弾打つ。終わった俺。終わった。交代できなかったの今の、多分ターゲットの。あ、まあ誰か背中打って変わんなきゃいけないんだこれ。そうだね。うわ、マジでオーナー時だこれ。確かに。いや俺これ流れ見えた。見えた？お願いします。弾落ちて、行司入って、一人が奥に行って、はい、一人が行司もらってる間に。背中を打って行司を交代してを繰り返したらいいと思う。うん、なるほど。なんか最初に一旦とりあえず誰かをもらうんやね、あの上の人間が。一旦もらって、もらったら反対の人間が、もらったら ここめっちゃいいです。ここ、はい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 、ここに来てもうこうやってるだけで弾壊せるから。あ、確かに。ここ、その間に、その間に雑魚処理終わらせて、こっち側から打った方がいい。このそっちで耐えてるから。ここから背中打ったら今度こっちの人になるから、また河川さんがそれさ最初受けてさ、なるほど、行って行って行っての方がなんか丸そう。確かに。でも、まあ、誰かしらが受けた人がこっちに走ると行った方がいいと思う。泉あるじゃないですか、毒袋打って出てくる泉、うん、はい、あそこはあの4人集まってもう一斉にダメージを出します。でお腹は毒袋とはまあちょっと違って、単純に DPS のダメージを出す箇所です。あ、はい、普通にボスに入ってんだ。そうなんですよ。で、背中、あのタイミングで開くと思うんですけど、あの行司を取る役割が基本的には2人で、この2人は、もう DPS に参加しないで、ただ4人の味方が DPS でダメージを打ちやすいように、初期値にいて、弾をあの自分に追尾してくる弾を壊すと。弾落とせよ。あ、待ってね。弾落とすか。はい、ナイス。記録。オッケー。ノリさんと俺どっちか、どっちか取れると思う、さすがに。あのね、奥のやつが打ってくるから、俺そいつやっ。あ、はい、ファール。ナイス。お、あ、俺来た、俺来た、俺来た。俺行くね。はい、俺手前行って。いや、俺じゃない、それ誰だ。誰だ、それ。死んでないやつか。俺か。俺か。俺死んでる。
玉は俺だ。誰だ俺か。でも俺結構前行ったけど俺だったか。いや、ダメ俺か俺かノリさん、ノリさん、あの、俺か俺もだった。いや、俺もテキストは見てなかった、今、正直俺めっちゃノリ焼きのこと見てた、今。え、これさ、これさ、複数なことあるんじゃない。多分そう、多分そう、全然ある。先に爆発しただけかも、その人。だから4人いたらめっちゃ DPS 出るんだ、爆発2個当てて。確かに取り戻した光、取り戻した光、取り戻した光。俺だ、俺だ、俺だ、チャゲ、俺。だってこれ、俺だ、俺だ。おい、離れて、離れて。おお、離れて、離れて。9秒8秒、走らせて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 。お邪魔だな、これ、盾。ごめん、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 ごめん。盾で自爆したかも、俺。この盾、リピッすぎる、これ。そんな早いんだ、ごめん。めっちゃ早いわ。こんな時間ねえんだ。こっちか。ヒール置いた、ヒール置いた、ヒール置いた。あ、なんだ、俺だ。これ、誰かが。あれ当たっちゃった、俺の。誰かがデバフついてる。まだお面ついてるよ。今もついてる、今もついてる。え、なんか背中開かないんやけど、一生。よろしい、また死んだ、それ。おい、リスキルしたお前。ここでツアーか、また。お前リスキルしただろ。おい、わざとだろ今の。じゃあ動かせ、動かせ、動かせよ。はい、上、上、ツアーってか、気をつけて、これ。オッケー、俺、俺ウルト使え、だいぶ。それ一回処理するわ、これ。すげえ、危ない。ナイス、ナイス。はぁ、よく耐えたな、今。左側にオーブいっぱい湧いてる。ちょっと危ない、これ待って。マジで、ザバ処理ね、ザバ処理ね。熱っ、熱っ、熱っ。処理、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 処理。命大事にね、ここはもうゆっくりで大丈夫。オーケー、ゆっくり、ゆっくり。おい、フェブス見てくる、敵の。オッケー、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 あ、竹取った。はい、俺、俺今ね、玉落ちるよ、玉落ちたやろ。オッケー、俺耐えとくから、クラッツさん準備。オッケー。上玉、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 激怒、激怒、激怒、めっちゃ怒ってるらしい。右行く、いや、俺も、俺左。DPS チェックじゃね。全員ついてる、全員ついてる。ちょっと待って。あー、これ DPS チェック。撃つしかない、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 撃つしかない。ふざけんなよ、これ。DPS足りんかった、絶対これ。ふざけんなよ。ブルトーク、もう一個弾、もう一個弾ある、もう一個弾ある。5、4、3、2、俺右、右行く、取った、取った、オッケー、俺左、左、俺右ね。弾撃ってる今、俺も撃ってる、弾。ナイス、弾押した。めっ、弾押したよ。何秒姉さん。あ、5秒、ごめん。あ、でも7、7、7、ちょっと、あ、ごめん、弾置いてる、弾置いてるけど、左行く。シャーッ、おー、よいしょー。やったー、これこれやろー、これ、やったー、マジでだ、やっと行ったいっす。体力なんてもう誰も見てない、最後。宝箱、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 なんかすごい落ちる。メレインの一撃だって。なんすかこれ。エイルの支配、見たの抜く。あ、ね、あ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 、このゲーム喜んでる暇ないじゃん。なこれもう残りの期間ずっとやって、ギリやって、これ。おい、なんやねんここ。あ、おい、消えた、湧いたって、目の前でいきなり。なんか、それか。なんか消えたぞ。味方に加わる。おー、すごい、上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 、みんな上、上、上。いや、真っ暗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 、何も見ない。え、なんでだ。あ、もうここに飛ばされたんだ。うわ、いろいろ赤赤。じゃあ、あいつ、飛ばされてないんだわ。あいつ、仲間じゃね、こいつ。え、何してるこれ。あいつ、味方？世話人って書いてある、世話人で。上飛んでる、なんか上来た、なんか変なの飛んでるぞ。でも邪魔をするなって言ってるよ。ちょっと待って、なんか全然あいつの邪魔しちゃダメなのか。仲間じゃない、仲間じゃない、痛い痛い、死ぬ死ぬ。6分邪魔しなかったらいいだけじゃん、これ簡単やん。
あ、なんか、あれ、なんか、何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